This woman is the woman on the far right of the picture entitled The Entombment, which is said to have been painted by Michelangelo Bernotti. This woman is clearly being abused. Please have a look at this woman carefully. Her nose is broken and the skin around her eyes is swollen. Then you might wonder who this woman is, but I think she is Maria Bethany. She is the wife of Shamash Jesus. In the picture entitled The Entombment, Shamash Jesus is depicted as being killed by Inanna Maria and others. So, even if you think that Shamash Jesus' wife was also being abused by Inanna Maria and others, nothing may be not wrong. This woman is Maria Bethany. She is not considered to be other woman than Maria Bethany. Yes, she is Maria Bethany. I think that's why the woman looks so sad, looking away from Shamash Jesus. この女性はミケランジェロ・バルノッチが描いたと言われている埋葬と題された絵のその右端に描かれている女性です。この女性は明らかに虐待を受けています。鼻は砕け、目の周辺は腫れ上がっています。で、この女性が誰であるかについてですが、私はベタニアのマリアであると判断しています。つまりシャマーシュイエスの妻ということになります。埋葬と題された絵の中ではシャマーシュイエスがイナンナマリアたちに殺された様子が表現されています。だからそのシャマーシュイエスの妻もまたイナンナマリアたちによって虐待を受けていたと考えても何も間違っていないということになるのではないでしょうか。この女性はベタニアのマリアです。また他の女性であるとは考えられません。ベタニアのマリアです。その女性は悲しげな表情でシャマーシュイエスからは目をそらしています。それはそういう理由によるものであると私は考えています。広志林、浜松シティ、ジャパン。Five people are depicted in the painting of the Entombment, which is said to have been drawn by Michelangelo Bernotti. In the center, dying Shamash Jesus is drawn, but on the far right, I, Hiroshi Hayashi, judge that the lady there is Shamash Jesus' wife, Maria Bethany, sadly her face looking away from Shamash Jesus. However, there are obvious traces of abuse around her eyes, on her cheeks, and on her face in Maria of Bethany. Look carefully at the lady. But why is there any evidence of such abuse on the face of Maria of Bethany? Beyond those traces is the darkest history hidden in Roman Catholicism or Mariaism. ミケランジェロが描いたとされる埋葬と題された絵の中には5人の人物が描かれています。中央に瀕死のシャマーシュ・ジーザスが描かれていますが、その右端で悲しげに目をそらしているのが私林博士は、その
シャマーシュ・ジーザスの妻のベタニアのマリアと判断していますが、そのベタニアのマリアの目の周辺、頬、顔には明らかに虐待を受けたと思われる痕跡が残っています。注意深くその女性をご覧になってくださいが、なぜそのベタニアのマリアの顔にはこのような虐待を受けた痕跡が残っているのでしょうか。その痕跡の向こうにはローマンカトリック、つまりマリア教に隠された暗黒の歴史が隠されていました。広志林、ヘメメスシティ、ジャパン。この女性がベタニアのマリアであるという理由をもう一つ皆さんに話しておきたいと思います。で、これは礼拝の時に作った動画なんですけども、この礼拝についての謎の中でですね、つまりニコラ・プスさんの書いたアルカディアの牧人たちという絵画を紹介しました。で、この絵画も誠にもって不思議な絵ということになりますが、上がですね、これはミケランジェロが描いた埋葬と題された絵ですよね。先ほど見せました。その中にはですね、山が2つといいますか、両方にはですね、共通した山が描かれています。つまりこの山のふもとでイエスが殺されたということを示している絵ということになるわけです。つまりイエスはですね、殺されて石棺に収められたということですよね。その石棺が、下アルカディアの牧人たちの絵画の中に描かれています。で、ここで注意していただきたいことはですね、上のミケランジェロの描いた埋葬の中に描かれている、風景ですよね、とその下の、中央にありますけども、アルカディアの牧人の中に描かれている絵の風景が全く同じだということです。で、この山はどこかということですけども、フランス南部のビュガラシ山であるということが分かりました。今その実際の写真を皆さんにご覧いただいています。それは今日のここのポイントではありません。で、上の絵とこの中央の下を比べてみてください。で、上の絵の、埋葬の右端にはですね、上にはですね、白抜きで石棺が描かれています。注目をご覧ください。その石棺の形と、つまりその中央のですね、アルカディアの牧人たちの中に描かれている石棺の形が、パーフェクト、完璧に一致しています。完璧に一致しています。そしてですね、上の石棺を見ていただきたいんですけども、二人の人物が描かれていますね。石棺の上と、それから向かって右側に人物が描かれています。その構図がですね、アルカディアの牧人たちの中に描かれている、構図と全く同じだということです。石棺が、大きな石棺があってですね、そしてその上、左上に、アルカディアの牧人たちの左上にはですね、人がいて、そして右端、石棺から半分体を乗り出した人物が描かれているわけです。偶然の一致とありえない一致ということになるわけですよね。ただ、大きい小さいはあります。それを除けば、構図は全く同じということになります。ここが重要ですから、もう一度繰り返します。左がミケランジェロです。その下がミケランジェロが描いた埋葬です。右がニコラ・プスさんです。約100年後の画家ということになります。そして右下がですね、アルカディアの牧人と題された絵です。で、その絵の中にはですね、共に石棺が描かれています。その石棺の形ですよね、全く同じだということです。そしてその石棺を取り巻く、ニコラ・プスさんの方は3人の人物が描かれていますけれども、埋葬の方には2人の人物が描かれています。1人はですね、石棺の下に、かがんでいるということになるわけですね。
で、その下を見ていただきたいんですけども、右に立って、まあ、腰に手を当てている人物は、この人物は私、林浩司はですね、ベタニアのマリアだと判断しました。妊娠中期ですよね。はい、イエスとの間に、まあ、生まれる子供ということになるわけですけどもね、まあ、この時、ベタニアのマリアは、まあ、妊娠していたということになります。で、まあ、この石棺に黄色い線を入れましたけれども、上と下を比較してみてください。全く同じなんですね。なぜこんな絵をですね、ニコラ・プスさんが描けたか、あるいはなぜミケランジェロはですね、埋葬の中にこの石棺を描いたか、というところもですね、まあ、つまりは時空を超えた画家たちによる、まあ、画家による、まあ、同一画家による作品ということに絵とつながりますけれども、それは今日まあ重要なポイントでありますね。ともかくもですね、この構図が同じというところからですね、下の絵でその腰に手を当てている人物がですね、ベタニアのマリアだということになるとですね、上の絵を見ていただくと分かりますように、ちょうどその石棺の下に、まあ、ちょっと今頭しか見えてませんけれども、やっぱりここに一人の女性が描かれている。他の人物についてはですね、誰であるかということを特定することができました。で、この右の人物ですね、まあ、いわゆる埋葬の中の右端にいる人物が誰かということはですね、ニコラ・プスさんの絵を重ね合わせてみるとですね、つまりはベタニアのマリアということになるわけです。まあ、もう一度確認していただきたいんですけども、まあ、この石棺がですね、その向こうにビガラシさんが表現されています。写真の形と全く同じです。特にこの石棺はですね、どこにあるかというと、南フランスのビガラシさんの近くにあるということになります。つまり、シャマイエスはですね、このビガラシさんの近く、すなわちレヌルシャトーあたりでですね、結婚式を挙げ、そしてそのビガラシさんのふもとあたりでですね、どうやら追い打ちをかけてきたイナナ・マリア、アプティストのヨハネ、そして裏切り者のユダの3人によって殺害されたということになります。そしてそれをですね、石棺に収めたということですね。ということは、イエスはですね、このビガラシさんのふもと、あるいはそのビガラシさんに埋葬されているということを、まあ、示しているということになります。ここが重要ですから、もう一度確認してくださいね。ミケランジェロの描いた、その、埋葬の絵の左上は上ですよね。左上にはビガラシさんが描かれています。そのビガラシさんに妙な雲のようなものが描かれていますけれども、これはラビット、ウサギです。まあ、ここに描かれているナマリアの、いわゆる象徴的な動物ということですよね。のラビットが描かれているということになります。その下にビガラシさん、今白い足印で示しましたけれども、四角枠で示しましたけれども、ここにビガラシさんが表現されているということですね。全く同じ山をですね、いわゆるニコラ・プスさんが今度は埋葬の中に描いているということです。そして、その埋葬の中で、まあ、静かにね、いわゆる満足そうな顔をして、まあ、見下ろしている人物が、ベタニアのマリアということになります。その石棺にはですね、我、アルカデアニア、つまり死後の理想郷にいますよ。だからマリア心配しなくていいよという、まあ、イエスからの文言、伝言を読んでですね、まあ、そう安心したベタニアのマリアがですね、夫アンドの顔をしているということは、ほっとしている様子を表現したものだということになります。繰り返しになりますけれども、上の絵はですね、これはミケランジェロが描いた絵です。そして全く同じ石棺が下に描かれていて、その上のミケランジェロの埋葬の絵の下には頭だけしか見えませんけども、まあ、この一人の女性が描かれている。この女性は誰かというと、下の絵を見ると分かるわけですよね。つまり、石棺の向かって右側に立っている人物のうち、ベタニアのマリアということになります。こうしてですね、時空を超えた絵がですね、一つの、いわゆる事実、いわゆるストーリーをですね、まあ、醸し出すといいますか、映し出しているということになります。つまり、まあ、埋葬の中に描かれている右足の人物がですね、ベタニアのマリアであるということをですね、このような形で裏付けたということになります。話を戻します。According to the tradition of other documents, Michelangelo's paintingEntitled The Entombment is supposed to be Michelangelo's work drawn in 1501. But no one knows if it's really a Michelangelo's work. In other words, The Entombment is supposed to be a painting in full mysteries. By whom and when was The Entombment drawn?It seemed to have a long and complicated story in it, but only one thing is clear, that a very important message of God was hidden in its painting. Michelangelo.net official website writes about the entombment as follows. The entombment, which is displayed inLondon National Gallery is now widely attributed to the master of the Italian Renaissance, Michelangelo Buonarroti.
This unfinished painting is thought to be the altarpiece that was commissioned from Michelangelo for the church of Sant'Agostino in Rome around 1501. However, it was never delivered and Michelangelo returned the payments he had received. Perhaps because the entombment is unfinished, there is no surviving reference to the painting by any of Michelangelo's contemporaries. ミケランジェロが描いたとされる埋葬と題された絵について、他の文献の称号からミケランジェロの埋葬と題された絵画は一応1501年に描かれた作品ということになっていますが、それがミケランジェロの作品かどうか本当のところ誰も知りません。1640年代になって初めてそれがミケランジェロの作品として公式に認定されました。つまり埋葬は謎に満ちた絵画ということになっています。誰によっていつ埋葬は描かれたのか、それを話せば長くて複雑な話になりますが、それはともかくもこの絵画の中には神から人間に与えられた重要なメッセージが隠されていたことだけは事実です。広島市浜松シティジャパン。
This is a statue of Pietà, sculpted by Michelangelo Buonarroti. So, have you ever thought like this way about these things, about the Pietà? Why is a woman in the Pietà, sculpted by Michelangelo Buonarroti, wearing a mourning dress? Then, you might say that it's quite natural because Mother Mary is mourning the death of her son Jesus. In mourning the death of her son Jesus, Mother Mary is wearing a mourning dress. Okay, then I will ask you again. This is also a sculpture named the Virgin and Child, sculpted by Michelangelo Buonarroti. It is generally said that a boy standing in front of the woman is baby Jesus. But then, why is Mother Mary in this Virgin and Child wearing the same mourning dress? Moreover, Mother Mary in the statue of Pietà and Mother Mary in the statue of the Virgin and Child have the same face. Both are young and beautiful. Why? So, I, Hiroshi Hayashi, have come to a conclusion. The woman in the statue of Pietà is Maria of Bethany, wife of Shamash Jesus. Embraced in her chest is Shamash Jesus, who was murdered before being crucified. The woman in the Virgin and Child is Maria of Bethany, the wife of Shamash Jesus. And standing in front of her is her son Judah, who was born between Shamash Jesus and Maria of Bethany after the death of Shamash Jesus. However, one mystery still remains. The stigmata, though they are very small, are represented on his hand and foot of Shamash Jesus in the statue of Pietà. Why? Shamash Jesus was murdered before being crucified. Then there must have been no stigmata. Why are there stigmata on Shamash Jesus' hand and foot? It's a really small stigmata, but beyond this small stigmata, a huge mystery was hidden. That is a huge mystery that turns the history of the Christian churches upside down. Today, I, Hiroshi Hayashi, will try to solve the mystery. これはミケランジェロ・ブアノルティが彫刻したと言われているピエタ像です。で、そのピエタ像について皆さんはこんなことを考えたことがありますか？なぜミケランジェロが彫刻したピエタ像の中の女性は喪服を着ているかと。すると皆さんは息子イエスの死を悼んでいるマザー・メアリーだから当然のことであると答えるかもしれません。息子イエスの死を悼んでマザー・メアリーは喪服を着ているのだと。ならばもう一度お聞きします。これは同じくミケランジェロが彫刻したと言われている聖母子像です。一般には手前にいるのがベイビー・ジーザス、つまり赤子のイエスと言われています。がなぜこの聖母子像の中のマザー・メアリーは同じ喪服を着ているのでしょうか？しかもペーター像の中のマザー・メアリーと聖母子像の中のマザー・メアリーは顔が同じです。全く同じです。共に若くて綺麗です。イエスは33歳頃処刑されたと言われていますから、その時マザー・メアリーは50歳近くになっていたはずです。がどう見ても50
50歳前後の女性には見えません。若くて綺麗です。で、私林浩司はこう結論を出しました。ピエタ像の中の女性はシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリア、そしてその胸に抱かれているのは十字架にかけられる前に殺害されたシャマーシュイエス。また聖母子像の中の女性はシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリア、そしてその前に立っているのはシャマーシュイエスとベタニアのマリアの間で生まれた息子のユダであるとです。が、一つ謎が残ります。ピエタ像の中のシャマーシュイエスの手と足には聖痕が表現されています。なぜでしょうか。シャマーシュイエスは十字架にかけられる前に殺害されています。となると聖痕はないということになります。どうしてシャマーシュイエスの手と足には聖痕があるのでしょうか。小さな小さな、本当に小さな聖痕ですが、しかしこの小さな聖痕の向こうには巨大な謎が隠されていました。それこそキリスト教会史がひっくり返ってしまうほど巨大な謎です。今日はその謎解きに私林浩司は挑戦してみます。浩司林、浜松シティジャパン。Wikipedia English writes about the crucifixion of Jesus as follows. According to the canonical Gospels, Jesus was arrested and tried by the Sanhedrin and then sentenced by Pontius Pilate to be scourged and finally crucified by the Romans. Jesus was stripped of his clothing and offered vinegar to drink after saying, I am thirsty. They then divided his garments among themselves and cast lots for his seamless robe, according to the Gospel of John. Also, according to the Gospel of John, after Jesus' death, one soldier pierced his side with a spear to be certain that he had died, and then blood and water gushed from the wound. The Bible describes seven statements that Jesus made while he was on the cross, as well as several supernatural events that occurred. イエスは一般には十字架にかけられ処刑されたと言われています。両手両足を釘で打ち付けられ、頭には茨の冠をかぶせられたと言われています。ヨハネの福音書によれば、イエスの死後一人のローマ兵が槍でイエスの横腹を刺し、イエスが本当に死んだかどうかを確かめたということです。イエスは十字架の上でいくつかの超自然現象とともに7つの言葉を語ったと言われています。広志林、浜松シティジャパン。以上のようにしてイエスは十字架にかけられ処刑されたと言われています。で、その後の様子を表したのが、ピエタ像ということになるわけですね。で、このピエタ像のイエスには小さな傷、つまり聖痕があります。他にミケランジェロは3体のピエタ像を彫刻していますが、その3体には傷、つまり聖痕がありません。で、聖痕にしてもですね、一番左のピエタ像のイエスの聖痕は小さすぎるということですね。で、拡大してみるとですね、鋭利な刃物で彫られたかのように、三角形に彫られ、釘で十字架に打ち付けられたにしてはですね、
あまりにも小さいという点に注意してください。でもう一度確認していただきたいんですけども、一番左の像には精魂って言いますか傷がありますが、他の像には傷がありません。足の部分を比較してみました。これはどういうことかということなんですけども、要するにここに表現されている、まあ、イエスは処刑されたイエスではないのではないかということになります。もっとはっきり言えば、ここに表現されているイエスは十字架にかけられ処刑される前にすでに死んでいたということになります。その様子を表したのが中央の瀕死の奴隷と言われている像です。そして右の埋葬ということになります。この3人には胸に奇妙な帯を巻いています。私はこの帯を責め具の帯と考えています。つまりこの責め具を使って胸を締め付けられ、イエスはその前の段階で殺されていたということになります。詳しくは別の動画で説明していますから、どうかそちらをご覧になってください。で、これら3人にはやはり精魂がありません。つまり傷がないということです。で、これもまたイエスは処刑前にすでに殺されていたという証拠の一つということになります。ここが重要ですから皆さん確認してください。つまりピエタ像に表現されているイエス、そして瀕死の奴隷のイエス、そして埋葬の中に表現されているイエスは、つまりは別人であったということになります。がミケランジェロ・ブラノッティが彫刻したと言われているピエタ像にはですね、精魂がある、しかも小さな精魂であるということなんですね。で、私はこの精魂は後から誰かが辻褄合わせのために彫刻した精魂ではないかと考えています。精魂にしてはあまりにも小さすぎるということです。が、なぜ誰かがそんなことをしたかということですけども、その答えは続く動画の中にあります。
Jesus, sculpted as a statue of Pietà, was not Jesus who was crucified and executed. The definitive proof came from Himawari-san, who lives in Rome, Italy. It's just definitive proof. The stigmata on the statue of Pietà is its proof of this. They are too small for stigmata. In addition, the stigmata is extremely childish. But that wasn't the only reason. Please review the foot of Jesus in the statue of Pietà again. I got a picture of the foot taken from the back. Please watch carefully that there is no stigmata that should be on the back of the foot. In other words, the stigmata of Jesus expressed in the statue of Pietà were stigmata that someone later made or created to destroy the evidence. Or these wounds are those that were later deliberately created by someone to destroy evidence. Jesus depicted in the statue of Pietà is Shamash Jesus, who was murdered by people called Virgin Mary and two other people before being crucified and executed. Jesus, who was crucified and executed, is, that is to say, that a replacement of Jesus. The photos sent by Himawari-san provided conclusive evidence to further support my theory that the executed Jesus was a replacement. ピエタ像として彫刻されているイエスは十字架にかけられ処刑されたイエスではありませんでした。その決定的な証拠がイタリア・ローマ在住のひまわりさんから送られてきました。まさに決定的な証拠です。ピエタ像に表現されている聖痕がその証拠です。だいたい聖痕にしては小さすぎます。加えて彫刻が極めて稚拙ですが、それだけではありませんでした。ピエタ像のイエスの足をもう一度正確に見直してみてください。足を裏側から撮影した写真が今回手に入りましたが、その足の裏側にはあるべきはずの聖痕がないのです。繰り返します。その足の裏側にはあるべきはずの聖痕がないのです。つまりピエタ像の中に表現されているイエスの聖痕は、後から誰かが証拠隠滅のためにつけた聖痕だったのです。ピエタ像の中に表現されているイエスは十字架にかけられ処刑される前に聖母マリアと呼ばれる人たちによって殺害されたシャマーシュイエスです。十字架にかけられ処刑されたイエスは、言い換えると替え玉イエスということになります。ひまわりさんから送られてきた写真が、処刑されたイエスは替え玉であったという私林博士の説をさらに裏付ける決定的な証拠となりました。もう一度左上のイエスの足の裏を見てください。あるべきはずの聖痕が表現されていません。ローマ在住のひまわりさん、どうもありがとうございました。あなたから送っていただきました写真が、つまりは決定的な証拠写真ということになりました。
The Pietà, as you see here, is a statue sculpted by Michelangelo Buonarroti. It is now in the first temple on the right of St. Peter's Basilica in the Vatican City. It was sculpted and finished in 1498 to 1500 when Michelangelo was 23 years old. And then, next, Michelangelo sculpted and finished another one in 1501 to 1504 when he was 26 years old, a sculpture now named the Madonna of Bruges, or the Virgin and Child, which is also a marble sculpture. Lots of explanations and interpretations have been made about these two sculptures, but I, Hiroshi Hayashi, have got a quite different interpretation about these statues. The lady sculpted in the Pietà is not Mother Mary, but Mary of Bethany, wife of Shamash Jesus, who was murdered by Inanna Maria, John the Baptist, and Judah the traitor. Shamash Jesus was already dead before he was crucified. Then, next, the lady sculpted in the Virgin and Child is also Maria of Bethany, and the boy who is standing upright in front of Maria Bethany is Judah, the son of Shamash Jesus. Then you may ask me why the boy's name is Judah after Judah the traitor. There may be a story of the deepest love in the name of the boy. Yes, it may be a long story for us humans, but I, Hiroshi Hayashi, would prove each fact with evidence one by one. It is said that Michelangelo Buonarroti's panel painting of this was drawn around 1500 years, and that is a painting titled The Entombment. But I don't really know if it's really a panel painting painted by Michelangelo. This is because the panel paintings only show the facts I, Hiroshi Hayashi, had discovered after 2012. But that's not the point for today. In the picture, they are painted from the lower left, an angel, John the Baptist, in the upper center, Judah the traitor, in the upper right, Maria of Bethany, a sister of Martha. Maria of Bethany is a wife of Shamash Jesus, and to the left of her, Inanna Maria, and in the lower right of it, Fumbaba, Shamash pet monster. Of course, the half-dead person who closes his eyes in the center is Shamash Jesus. Shamash Jesus was already killed or murdered by these three people, John the Baptist, Judah the traitor, and Inanna Maria, before he was crucified on the cross. The picture entitled The Entombment is a painting that expresses these facts, but in this video, we pay attention to the two women standing in the right. On the left is Inanna Maria, known as Madonna, and on the right is Maria of Bethany, the wife of Shamash Jesus. Please pay attention to the eyes and facial expressions of the two. Inanna Maria's eyes are so sharp, and nictitating membrane is depicted in her eyes. And then it seems that Maria of Bethany has traces of
torture. Her left eye is swollen and has a large bump-like scar on her face. The wife of Jesus, Maria of Bethany, may also have been tortured together with Shamash Jesus. Elsa, please notice her sad face and her face is away from Shamash Jesus because she is his wife.では最初からもう一度日本語で説明します。ミケランジェロが1500年前後に描いたと言われているパネル画、それが埋葬と題された絵画ですが、本当のところ、つまりそれが本当にミケランジェロが描いたパネル画であるかどうかについては分かっていません。また私もそう思っていません。というのもそのパネル画の中には2012年以後、私、林浩司が発見した事実ばかりが描かれているからです。が、それが今日のポイントではありません。この絵の中には、左下から天使、バプティストのヨハネ、中央上に裏切り者のユダ、右下にマーサの妹でもあり、シャマーシュイエスの妻であったベタニアのマリア、そして左にはイナンナ・マリア、さらにその右下にはシャマーシュのペットモンスターであったフンババが表現されています。もちろん中央に半死の状態で目を閉じている人物がシャマーシュイエスということになります。シャマーシュイエスはバプティストのヨハネ、裏切り者のユダ、そしてイナンナ・マリアによって十字架に貼り付けになる前にすでに殺されていました。埋葬と題された絵はそれを表現した絵画ということになりますが、この動画の中では右に立っている二人の女性に注意してください。左にいるのがマドンナと呼ばれているイナンナ・マリア、そしてその右に立っているのがシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアです。二人の目と表情に注意してください。イナンナ・マリアの目は鋭く、大変鋭く、その目の中には瞬膜が表現されています。またベタニアのマリアの顔には拷問を受けたような痕跡が残っています。その左目は腫れ、顔にはコブのような大きな傷まで残っています。イエスの妻、つまりベタニアのマリアもまた何らかの拷問を受けていたのかもしれません。悲しげな表情をし、顔をシャマーシュイエスから遠ざけている姿に注意してください。夫イエスの死に耐えられなかったからだと私林浩司は考えています。浩司林、浜松シティ、ジャパン。でここではですね、マリア、イナンナ・マリアのこの目に注意してください。極めて鋭いと言いますか、
冷徹な目をしています。白人の女性の場合ですね、このような目を持っている女性は大変少ないと思います。下がですね、鋭い目として紹介されている写真です。で、上がイナンナ・マリアの目ということになります。そしてこの目の中にはですね、右の方に瞬膜が表現されています。今赤枠で囲ってみました。私林浩司はこれを瞬膜と判断しました。で、その右に立っている女性がイエスの妻、つまりベタニアのマリアということになります。イエスの世話係をしていた、ベタニアのマーサの妹ということになります。それについての動画は別のところで紹介しましたので、またそちらをご覧になってください。そのベタニアのマリア、つまりイエスの妻はですね、大変悲しげな表情をしてイエスから目をそらしています。まともにイエスの姿を見ることができなかったものと私は判断しています。そしてそのベタニアのマリア、つまりイエスのマリアの顔にはですね、どうやら虐待を受けた、痕跡が残っているのではないかということです。はっきりはしませんけども、特に向かって右側の左目の周辺を見てください。普通ではありませんということですね。続く動画の中でさらに詳しくそれについて考えてみたいと思います。Luke chapter 10:38. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said.But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, You are worried and upset.About many things, but only one thing is needed. Mary had chosen what is better, and it will not be taken away from her. イエスと使徒たちは道の途中で一つの村へとやってきた。そこにマルタと呼ばれる女性がいて、イエスたち一行をドアを開けて中へ迎え入れた。マルタには一人の妹がいて、イエスの足元に座り、イエスの話に耳を傾けていたが、マルタはマルタがしなければならない準備のため心を煩わせていた。そこでマルタはイエスにこう言った。主よ、主よ、妹のマリアは私だけにすべての仕事をさせていますが、それでよいのでしょうか。マリアに行って私を手伝うように話してくださいと。それに答えてイエスは、マルタよ、マルタ、あなたは心配し多くのことをしなければならず混乱していますが、一つのことが必要です。マリアは自分にとってより良い方を選びました。そしてその一つのことをマリアから取り去ることはできませんと。広志林、浜松シティ、ジャパン。 That is to say that Mary chose listening to the teachings of Jesus over helping her sister prepare food. Jesus responded that she was rightBecause only one thing is needed, one thing, apparently, meaning listening to the teachings of
Jesus. つまり、マリアはイエスの教えを聞くことを選び、彼女の姉のマルタが食事の用意をするのを手伝わなかったというのです。で、聖書の一般的な解釈によれば、ここで言う一つのことというのは、イエスの教えに耳を傾けることということになります。The Lost Tomb of Jesus is a documentary co-produced and first broadcast on the Discovery Channel and Vision TV in Canada on March the 4th, 2007, covering the discovery of the Talipot Tomb. イエスの失われた墓は当初カナダのディスカバリーチャンネルおよびビジョン TV により共同制作され放送されたドキュメンタリー番組である。広志林、浜松シティ、ジャパン。 It was directed by Canadian documentary and filmmaker Shimka Yakubovich and produced by Felix Golubev and Rick Esther Binstock, while James Cameron served as executive producer. The film was released in conjunction with a book about the same subject, The Jesus Family Tomb, issued in late February 2007 and co-authored by Yakubovich and Charles R. Pellegrino. The documentary and the book's claims, however, have been rejected by many leading experts within the archaeological and theological fields, as well as among linguistic and biblical scholars. Six of the nine remaining ossuaries bear inscriptions. The Lost Tomb of Jesus posits that three of those carry the names of figures from the New Testament. The meanings of the epigraphs are disputed. The makers of the documentary claim that four leading epigraphs have been corroborated their interpretation of the inscriptions. As translated in the Lost Tomb of Jesus and the Jesus Family Tomb, they read as follows. Yashua Bar Yosef, or Aramaic for Jesus, son of Joseph. Maria, written in Aramaic script, but a Latin form of the Hebrew name Miriam or Mary. Yose, a diminutive of Joseph, mentioned as the name of one of Jesus' brothers in the New Testament, Mark chapter 6:3. Yehuda bar Yefa, possibly Aramaic for Judah, son of Jesus. Mariamene e Mara, according to the filmmakers, this is Greek for Mary, known as a master. Matria, Hebrew for Matthew, not claimed to be Matthew the evangelist, but possibly a husband of one of the women in an unmarked ossuary. And the filmmakers claim that there's evidence that Mary, mother of Jesus, had
many relatives named Matthew. このドキュメンタリーの重要なポイントはですね、イエスは結婚していて妻がいたということです。そして妻の名前はマリアであったということですね。そしてそのマリアはイエスの死後ということになりますけれども、子供を設けた男の子であった、そしてその名前はユダであったという点です。がこの説は例によって例のごとく完全に今は否定されている状態にあるということになります。ところがですね、私が調べてきた事実はですね、まさに今このドキュメンタリーで述べている事実を証明するといいますか、一致するということになります。これはただ単なる偶然の一致かというとですね、私が調べてきた範囲でもですね、今までの結果としてイエスは結婚していた、そしてその妻の名前はマリア、ただしマグダラのマリアでもなければですね、聖母マリアでもない、もう一人のマリアということになるわけです。つまりベタニアのマリアということになりますが、そのベタニアのマリアと結婚して子供を設けた、そして子供の名前をユダというということなんですね。こうした私が調べ上げてきた事実と先のドキュメンタリーの内容が一致している点に注意してください。で、それを表しているのがミケランジェロのペーター像ということになります。左がペーター像です。抱いているのはベタニアのマリア、そして横に倒れているのがシャマーシュイエスということになります。そして右を見てください。聖母子像です。全く同じ顔の女性が表現されています。ベタニアのマリアです。そしてそのベタニアのマリアの右下にはですね、子供が表現されています。この子供こそがイエスの子供のユダということになります。続く動画長いですけども、それをしっかりと証明してみたいと思います。どうかご覧になってください。 Bye for now。I forgive people by forgetting them. 私はね、そういう人たちを忘れることによって、そういう人たちを許していますよ。広林、浜松シティ、ジャパン。Forgive and forget, not.Revenge and regret. 許して忘れるんですよ。決して復讐したり悔やんではいけませんよ。 Forgive and forget, but never forget to forgive. You may find a happier heartis a key to a happier life. 許して忘れなさいよ。でもね、相手を許すことを決して忘れてはいけませんよ。あなたはね、幸福な心が、つまりは幸福な人生への鍵だということをね、知ることになるかもしれないよ。
you will have happiness. Forget, you will have satisfaction. Forgive and forget, you will have everlasting peace within and without. 許しなさいよ。そうすればね、あなたは幸福になれますよ。忘れなさいよ。そうすればね、あなたは満足感を覚えますよ。許して忘れなさいよ。そうすればね、あなたは永遠に続く心の安らぎをあなたの中にも、そして外にも持つことになるでしょう。Remember, when you forgive, you heal, and when you let it go, you grow. 覚えておくといいよ。あなたが人を許したときにね、あなたは心が癒されるよ。そしてね、あなたがそれを解き放ったときにね、あなたも成長するんだよ。My plan is to forgive and forget. Forgive myself for being stupid. 私の生活信条はね、許して忘れることなんだよ。自分が愚かでバカなことをね、つまりそれを自分で自分を許すことなんだよ。I forgive people by forgetting them. 私はね、みんなのことを忘れることによって、そしてね、みんなを許しているんだよ。Forgiveness is a best form of love. It takes a strong person to say,Sorry, and an even stronger person to forgive. 許すということはね、愛の最高の形なんだよ。それによってね、つまりごめんねということによって人は強くなれるよ。そして相手を許すことによってさらに強い人になることができるよ。Forgive and forget. It may not change the past, but it gives a future a chance. 許して忘れなさいよ。そうすればね、あなたは自分の過去を変えることはできないけれども、でもね、未来にあなたはそのチャンスをつかむことになるんだよ。Forgive others, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. 他の人を許してあげなさいよ。でもね、それはその人たちに許してもらう価値があるからではないんだよ。それはね、あなた自身に、あなた自身が心の安穏を手に入れる価値があるからなんだよ。 Forgive and forget. Learn the lesson and move forward. 許して忘れなさいよ。そしてそれを学び、あなたは前に進むんですよ。I forgive a lot, but I never forget what's said and done. 私はたくさんのことを許すよ。でもね、私は決して自分が言ったこと、あるいはしたことは忘れないよ。ね
never forget the three powerful resources you always have available to you: love, prayer, and forgiveness。 生きることの力強い3つの源泉があることを忘れちゃいけないよ。それはいつもあなたの近くにあるもんなんだよ。つまりね、愛と祈りと、そして人を許すこと、それを忘れちゃいけないよ。Forgiveness quotes to help you let go out of the past。 人を許すことによってね、あなたは過去の苦しみから自分を解放することができるようになるんだよ。Forgive, forget, and move on. You release yourself from miseries when you forgive others. You are one level higher than those who keep grudges and unable to let go. 許して忘れなさいよ。そして前に進むんですよ。あなたがその人たちを許した時にね、あなたは自分の惨めさから解放されることになるんですよ。そしてあなたはね、怨念を心に持ち、そしてそれを解き放つことができなかった自分よりもね、一つ上のクラスの人間になることができるんだよ。私がオーストラリアで学生生活を送っていた時のことです。人とのトラブルで私が何かを悩んでいると、オーストラリアの友人はいつも私にこう言いました。ヒロシ、許して忘れろ、 OK？ と。英語では Forgive and Forget と言います。聖書の中の言葉らしいのですが、それはともかく私は長い間この言葉の持つ意味を心のどこかで考え続けていたように思います。 Forgive、 つまり許すは与えるためとも訳せます。同じように Forget、忘れるは得るためとも訳せます。では何を与えるために許し、何を得るために忘れるのかと。ある日のことです。自分の息子のことで思い悩んでいた時のこと、ふとこの言葉が私の頭の中を横切りました。許して忘れろと。どうしようもないではないか。どう転んだところでお前の子供はお前の子供ではないか。誰の責任でもない、お前自身の責任ではないかと。途端私はその何が何であるかが分かりました。あなたの周りにはあなたに許してもらいたい人がたくさんいます。
あなたが許してやれば喜ぶ人たちのことを言います。一方、あなたには許してもらいたい人がたくさんいます。その人に許してもらえれば、あなたの心はどれほど軽くなることでしょう。つまり、人間関係というのは総じてみれば、許す人と許される人の関係で成り立っています。そこでもし互いが互いを許し、そしてそれぞれの嫌なことを忘れることができたら、この世の中はなんと素晴らしい世の中になることでしょうか。と言っても、私のような凡人にはそこまではできません。できませんが、自分の子供に対してならできます。私はいつしか出来の悪い息子たちのことで何か思い悩むたびに、この言葉を心の中で念ずるようになりました。許して忘れると、つまりその何についてですが、私はこう解釈しました。人に愛を与えるために許し、人から愛を得るために忘れると。子供について言えば、子供に愛を与えるために許し、子供から愛を得るために忘れると。これは私の勝手な解釈によるものですが、しかし子供を愛するということはそういうことではないでしょうか。そしてその度量、言い換えると、どこまで子供を許し、そしてどこまで子供を忘れることができるかによって親の愛の深さが決まると。もちろん許して忘れると言っても、子供を甘やかせということではありません。子供に好き勝手なことをさせろということでもありません。ここで言う許して忘れるは、いかにあなたの子供が出来が悪く、またあなたの子供に問題があるとしても、それをあなた自身のこととして受け入れてしまうということです。たとえ我が子でも許せないとか、まだなんとかなるはずだと、あなたが考えている間は、あなたに安穏たる日々はやってきません。一方、あなたの子供もまた心を開きません。しかし、あなたが子供を許し、そして忘れてしまえば、あなたの子供も救われますが、あなた自身も救われます。なんだか込み入った話をしてしまいましたが、子育てをしていて袋小路に入ってしまったら、どうかこの言葉を思い出してみてください。許して忘れる、 Forgive and forget と。それだけであなたはその先に出口の光を見出すはずです。Thank you.